オートハープは複数のコードバーを持つ弦楽器である。オートハープはその名前にも関かかわらず全くハープではなくチターに属する楽器であり、一般名称はコーデットチターである。オートハープの特徴は本体に一連のコードバーがダンパーに取り付けられており、これが押されると目的のコードを形成する弦以外の全ての弦がミュートされて和音を出せることである。 オートハープという言葉は、かつては、オスカー・シミット社の商標であったが、メーカーを問わずに使うことが可能となった。オートハープバイシー会、ツインマーマン CO、インン8 9 6 9 9オートハープは、アメリカでは、ブルーグラスとフォークの楽器として使用されてきた。おそらく、最も有名なのは、カーターファミリーのメーベル・カーターとサラ・カーターによって、使用されたことである。 オートハープはリズム楽器として演奏するのを学ぶのは比較的簡単である。しかしメロディー楽器として弾くことも可能であり、それはよりオートハープに打ち込んでいる演奏者に大きな報酬をもたらしている。ニューポート、ペンシルベニアのマウンテンドーレルオートハープギャザリング、ウィラメットバレーオートハープギャザリングとカリフォルニアオートハープギャザリングでは、 最近の楽器製作者性の楽器とそれらを用いた演奏がコンテストなどで賞賛されている。現在のオートハープは36本または37本の弦を有する。しかし、48本もの弦を有する例もいくつかある。それらは全音階か半音階で貼られている。オートハープはしばしばリズム楽器として考えられるが、近代的なプレイヤーは明確なメロディーを出す能力に、 非常に長けている。ダイアトニックプレイヤーは個々の弦をとても正確にピッキングしている間にダンパーボタンをポンピングするオープンコードテクニックを使用することによってバイオリン曲を挑戦的な速度まで演奏することができる。ロックポップス界においては1960年代にラビンスプーンフルのジョン・セバスチャンが使用していたことで知られる。 オートハープの起源に関してはいくつかの議論がある。チャールズ・カイ・チン・マーマンという名前のフィラデルフィアのドイツ移民は1882年にある楽器の設計の特許 US257808 を取得した。それは演奏中に特定の弦の音を消すためのメカニズムを含んでいた。彼は発明をオートハープと命名したが後のオートハープと異なり、 その楽器の形状は対象で、垂直に動く弦に対して、フェルトを持つコードバーが水平に動いた。ツインマーマンが、今までにこの初期設計の楽器を商業的に、生産したか否かは知られていない。ドイツ、マルクの生きるエンのカール・オーガスト・ガターは、今日演奏されている、オートハープと最も類似している、ボックス・ジザーと呼んだモデルを作った。 ガターは1883から1884頃彼の楽器に対するイギリス特許を取得した。ツインマーマンはドイツへの訪問から戻った後、1885年にガターデザインの生産を始めたが、彼自身の設計の特許と覚えやすい名前でも生産を始めた。ガターの設計した楽器は非常にポピュラーになったため、ツインマーマンは発明者として しばしば間違われた。オートハープという名称は1926年に登録商標として登録され、現在、US Music Corporation によって権利が主張されている。しかしながら、アメリカ特許商標庁の登録では、権利としては、マークドローイングコードワーズ、レターズ、OR ナンバーアッツインスタイライズドフォームだけをカバーしている。ジョージ・オーシーとの訴訟において、 オスカー・シュミットは単語オートハープの様式化されたレタリングの所有権の主張のみが可能で名称自体は一般名称へ移行した。その結果として、例えば雑誌オートハープクオータリーは一般的な意味でのオートハープという単語を使用したマークを登録することができる。そして OC 製楽器は訴訟前のダルシーハープではなく、 オートハープとして売り出すことができる。オートハープの胴体は、ほとんどが木製で、形は長方形の角の一つが切り取られた台形である。トップは木材か修正材のいずれかであり、サウンドホールを備えるものが多数を占める。サウンドホールはアコースティックギターのような円形が多く、個人ビルダー製のものには円形以外のものも少なくない。 胴体には複数の木材を積層したフレームが存在し、ピアノやツスターに使用されているものに似たチューニングピンを打つためのピンブロックがトップに位置している。ピンブロックの反対側には金属製のヒッチピン、または弦のエンドボールを差し込む溝付きの金属アンカーが存在する。弦の真上にはプラスチック、木、または金属で作られたコードバーがある。 コードバーの弦に面した側にはフェルト、または発泡体のミュート用パッドが取り付けられており、上面にはボタンが取り付けられている。コードバー両端にはスプリングが位置しており、押し下げられた状態から解放された際にコードバー、押し戻すようになっている。ボタンには、コードバーを片手で押し下げられた際に弦をミュートして、得られる和音の和音名が記されている。楽器の背面には、通常、 木製、プラスチック製、またはゴム製の3本の足がついている。これは当初、オートハープが机の上で演奏されていたことの名残でもある。弦はコードバーの下を通り、アンカー、またはヒッチピンとチューニングピンとの間でトップと平行に貼られる。現代のオートハープはほとんどの場合36弦であるが、 多いものでは47弦や48弦のモデルもある。弦は多くは不完全なクロマチックにチューニングされるがダイアトニックまたは完全なクロマチックのスケールに変更されることもある。標準モデルには12、15、21本のコードバーがあり、メジャー、マイナー、ドミナントのセブンスコードを選択できるようになっている。これらは歴史的または 体系的な理由で配置されている。また、ダイアトニックの1キー、2キー、または3キーのモデル、及び和音の数が少ないモデルや、追加和音があるモデル、弦の並びが通常と逆なモデルなど、様々な特殊モデルも生産されている。音域は弦の数と調律によって決まる。標準的な36弦のクロマチックオートハープの音域は、回2から。 c 6までの3オクターブである。ただし、完全なクロマチックチューニングにするためには44本の弦が必要となるため、この範囲内では完全にクロマチックにはならない。36弦のクロマチックチューニングを以下に示す。ベースオクターブは主にダイアトニックな低音を出すために機能しており、また、テナーのオクターブには g3 が欠落している。また、 楽器の音域の完全にクロマチックな部分は A3 から始まる。OC、フラドマーク、ホロンズワース、D アグラ、ベイカー、ダニエルズ、およびグース・エイカーズなどのような現代の楽器製作者によるダイアトニックな単一キー楽器はその華麗な音で知られている。これは個々の音に対する弦を倍にすることによって実現されている。 ダイアトニックスケール中にない音に対する弦は必要ないので、その分の余分なスペースが復元用に使用され、その結果ミュートされた弦がより少なくなる。2キー及び3キーダイアトニックオートハープはシングルキーハープで演奏することができなかった変化音を含む曲を可能にするため、また、2、または3キーでの演奏能力を増すため、復元の数を減らす必要がある。 グダのような5度の円の3キーハープはしばしばフェスティバルまたはキャンプファイアハープと呼ばれる。これはフェスティバルのキャンプファイアの周りで演奏する際により好まれるキーでフィドル伴奏が簡単にできるためである。12コードの標準的な工場出荷時のコードバーレイアウトは2列になっている。15コードの標準的な工場出荷時のコードバーのレイアウトは2列になっている。 21コードの楽器の標準的な工場出荷時のコードバーのレイアウトは3列となっている。コードバーのレイアウトは納入された楽器にもカスタマイズ後の楽器にも様々なものがある。1960年代までオートハープを増幅するためのピックアップは初歩的なコンタクトマイク以外には存在しなかった。1960年代初頭ハリーデアーモンドがこの楽器のために バーマグネティックピックアップを設計し、ローインダストリーズ社が製造した。ピンカートンのアソートカラーズは1966年のシングルミラー、ミラーでこの楽器を使用している。ロッキー・エリクソンとエイリアンズの1979年のハードロックアルバムザエビルワンではビル・ミラーのエレクトリック・オート・ハープが使用されており、このエレクトリック・オート・ハープは音楽に 耳障りなエッジを与えている。写真は1930年にリファインされたオスカー・シュミット社のモデル A である。このハープはデアーモンド社製の磁気ピックアップを2機搭載しており、ダイグル社製の微調整機構とダイグル社製のコードバーアセンブリを備えている。1981年に登場したシンセサイザー版のオートハープであるオムニコードはデジタルソングカードギターとも表現され、 最新モデルの旧コードが現在の商品名称となっている。当初、オートハープはコンサートチターのように卓上に平置きし、左手でコードボタンを謳歌し、右手には通常、別行、プラスチック、または圧縮されたフェルトで作られたギター用のフラットピックを持ち、一度のストラムにてコードバーの下側の狭い範囲で複数の弦を弾いて和音を鳴らしていた。 このような演奏方法によって、オートハープは和音伴奏のリズム楽器として考えられるようになり、現在でも多くの人がそのように考えている。しかしながら、新たなテクニックが開発され、最近の奏者はメロディを演奏することもできる。例えば、ダイアトニックオートハープの奏者は、個々の弦を弾きながら、ボタンを押し離しして、コードバーをポンピングするオープンコード奏法で、 フィドルの曲を演奏することができる。熟練したクロマチックオートハープ奏者も様々なメロディー、和音、複雑なリズムの伴奏を含むソロを演奏することができる。20世紀半ばにオートハープをテーブル上ではなく膝の上に保持し、または楽器の背を胸に当てて直立した状態で演奏することが行われるようになった。グランドオール・オプリーのセシルヌルは 1950年代にこの演奏スタイルを最初に公の場で採用したとされている。このポジションでは左手は今までとは異なりコードボタンを楽器の反対側から操作し右手はコードバーの上側の部分でストラムすることにより演奏を行う。この演奏モードはピッキングできる弦の範囲を広くでき音色の可能性を広げられるので非常な人気となりすぐに 他の演奏家、特にカーターファミリーのメンバーにも採用された。1970年代初頭までには、いくつかの演奏家がフィンガースタイルのテクニックを試していた。ブライアン・バウアーズはこの双方の達人となり、右手の5本の指すべてを使った複雑なテクニックを開発した。これにより、彼はソリストとして独立したベース音、コード、メロディ、 カウンターメロディを演奏することができるようになった。また、ブライアン・バウアーズは楽器にストラップをつけ、立ったまま演奏できるようにした先駆者の一人でもある。トリクシー・マテル・プレイング・ハー・オート・ハープ・ジューン、カーター・ウィズ・ハー・オート・ハープ初代カーター家の母、メーベル・カーターは、1940年代後半に、娘たちである、カーター姉妹との共演の際に、リード楽器としてこの楽器を使用して、 この楽器を有名にした。他にも、サラ・カーター、ジャネット・カーター、ジョニー・キャッシュ、そしてカーター・シスターズの全員がこの楽器を演奏してた。カーター家のメンバー全員の膨大な数の録音には、オートハープの使用されたものが含まれている。メイベル・カーターの孫娘カーリーン・カーターは、ステージやレコーディングで頻繁に、オートハープを演奏しており、祖母へのトリビュート曲である、 メアンドザイルドウッドローズではオートハープを使用しています。ブライアンバウアーズはオートハープを複雑なフィンガーピッキングで演奏するスタイルを開発し、1970年代のディラーズとのブルーグラスパフォーマンスに参加し、後に自身のソロアルバムも作成している。ブライアンバウアーズは楽器をカスタマイズする実験を早くから行っており、コードバーの上側に 右手の指が入るスペースを広く確保するために、コードを8から10ワオンに絞ることもしばしばあった。また、彼は音楽教育者でもあり、この楽器の強力な支持者でもあり、1993年にはオートハープの殿堂入りを果たしている。キルビースノーはアメリカの民族音楽家であり、5歳の時にノースカロライナ州のオートハープチャンピオンの称号を獲得した。 オートハープ名人奏者である。彼は左利きであることを利用してスラスラとした音を出すドラッグノートという奏法を開発した。彼の録音は少ないがオートハープ演奏者の間で絶大な影響力を持っており多くの人が最初の現代オートハープ演奏者と考えている。ジャニス・ジョプリンは時折オートハープを演奏しており初期の未発表の録音 ソサット 2BE Alone で聴くことができるジョー・バトラー、プレイングアン、オスカー・シミット・アパラチアンモデル・オート・ハープ、ウィズ・ザ・ラビン・スプーンフル・ラビン・スプーンフルの曲のいくつかは、ジョン・セバスチャンのオート・ハープ演奏を特徴としており、魔法を信じる会や、あなたはそうする必要はなかった。彼は1979年のランディ・バン・ワルマー、ヒット曲、ジャスト・ウェニー・ニーダ・ダダ・モストにも出演しました。 コメディアンのビリー・コノリーは彼の演奏にオートハープを使用している。イギリスのシンガーソングライター、コリーヌ・ベリー・レイは定期的にオートワープを演奏しており、2010年のアルバムザ・シーのタイトル曲をオートワープで作曲している。ノルウェーのアバンギャルドアーティストスターレ・ダグスランドはオートハープを使った演奏を頻繁に行っている。シンガーソングライターのブリッティン・ニアッシュフォードは 2008年にリリースした There, b ォー for You, Go I をはじめオートハープを使用した楽曲で知られている。また、デイブ・マロイが作曲した4人編成のソングサイクルゴースト・カルテットではその役割の一部として定期的にオートハープで演奏している。2017年にはドラーグ・クイーンでシンガー・ソングライターのトリクシー・マテルがアルバム2バードソンでオートハープを使用した。 マテルは通常のドラッグパフォーマンスの一部としてもオートハープを演奏している。2020年にはルビースロートのカチエジャネガーサイドがアルバムガイガーカウンターをリリースしており、その中で彼女はオートハープにフィーチャーされている。世に流通しているオートハープは常実のようにメーカーで量産されたものが多いが個人制作のものも存在する。個人で オートハープを制作する職人をオートハープビルダーまたはオートハープルシアーと称することもある。日本におけるオートハープビルダー及び修理を行う工房には以下がある。ケリー・ウィリアムズバックグラウンド・オブ・ザ・ギター・チターザ・ギター・チター・クリアリング・ハウス2021年2月3日閲覧ターミノロジー・オン・ザ・コルダド・チターギター・チター・アンド・コード・チター クレック・マイナーケリー・ウィリアムズセレクティング・ザ・タームフレトラス・ジザース2021年2月3日閲覧ターミノロジータクソノミー・オブ・ザ・フレトラス・チターファミリー・インストゥルメンツドイツでカールスフェルト・コンサーティーナを開発した演奏家兼楽器製造業者カール・フリード・リヒツチン・マーマンと同一人物トゥルー・ヒストリー daigleharp.com 2020年10月11日閲覧 US Patent and Trade Mark Office トレードマークエレクトロニックサーチシステムセプテンバー 7-2006US Patent and Trade Mark Office トレードマークエレクトロニックサーチシステム名 25-2009Extensive Discussions with George and Mary Lou O.C. O.C. メアリー・ルー、オート・ハープ・オーナー、S ・マニュアル、P30 から786658835、ピン・カートン、S ・アソーテッド・カラーズ・バイオグラフィー・アンド・ヒストリー、アル・ミューズイック、2020年10月11日閲覧。ベングラハム、ザ・バトル・フォー・テキサス、S ・サイケデリック・ミュージック、フロム・ザ・サーティーンス・フロア・エレベーターズ・ツー・ザ・ブラック、エンジェルス・アンド・ビヨンド、CH31、 ブライアン・バウアーズ・バイオグラフィーヒストリー。アル・ミューズイック、2020年10月11日閲覧。キルビースのバイオグラフィーヒストリー。アル・ミューズイック、リリーブド2020年10月11日。ソ蘇ト曲 2BE アローンオーディオレコーディングハット、ハイアット、ウェズレー、ザ・ビルボード・ブック・オブ・ナンバー1アダルト・コンテンポラリー、ヒッツ。 ページーズ228から9インタビューイズコリング、ベイリー・レオン b b c 六ミュージックアバウト・ハー・マーキュリー・ナモイ・テッドアルバム雑誌、ウェンズデー1セプテンバー2010インディ・エレクトロサイバー・コー・ j s ース・ディルライブ・ TMW w w w p o s t i m e s a 2 0 1 6年9月1日閲覧ザ・カバー・アートフォー。 トリクシーマテル、エスカントリーアルバムイズパーフェクション。ロゴニュース、h t t p w w n e u n i x e ト c o m トリクシーマテルアルバムツーバーズ、04、2017、2018年3月12日、閲覧。クロマハープ取扱中止のお知らせ。2021年1月20日閲覧。クロマハープ、クロウマハープの販売を再開しました。 2021年1月20日閲覧、ありがとうございます。